その時犯人がドアノブを壊したんだろ。次。シャワールームには鍵がかかってたからな。あ、間違えた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。もうあれかな、一応全員と話したよね。ここか。このエレベーターに乗り込めばいいんだな。では行くとするぞ。そうですよね。あ、これで初めての学級裁判ね。え、怖いの？いや怖いっていうか、前にも言ったけど、この事件の謎はあなたが突き止めるべきよ。出ないときっと納得しないまま終わってしまうことになるから。この事件の謎は僕が突き止めるべき。まあだってね、一番犯人やと疑われとって、しかも自分の部屋で死んどんやもんね。相手は言われなくてもそうするつもりだ。前園さんのためにも絶対に僕が犯人を突き止めてみせる。そう自分に言い聞かせるように声を張り上げると、僕は緊張に震える足をエレベーターへと向けた。一歩一歩進むごとに心臓の鼓動も徐々にその速度を上げていく。すでに全員が乗り込んだエレベーター、最後の僕が乗り込んだところで扉は閉じ、エレベーターは動き始めた。え、あれ全員が乗ったん？一気に？え、でかっ。え、めっちゃでかっ。ゴーンゴーンと耳障りな音を響かせながらエレベーターは地下へと下っていく。死刑を待つ囚人の気分ってこんな感じなのかな。あら、それを言うなら判決を待つ被告人の気分じゃありません？まあ、だって判決が出たらイコール死ってことやろ。僕らの不安な気持ちをよそに、エレベーターはどんどん地下へと潜っていった。それやったらまあ死刑の方がね。例えとしては合っとるような気がするけど、やっと来たね。じゃじゃーん。どう？これっていかにも裁判場って感じじゃない？ハリウッドクラスのリアルな再現性じゃない？どこがだ、悪趣味な空間だぜ。さっき。はいはい、じゃあお前らは自分の名前が書かれた席についてくださいな。ハリアハリア。モノクマに言われるまま僕らは指定された席へと向かった。きっちり指定されたんやね、席。うわー、ごついよ、さくらちゃん。一同が円状に陣取るように配置された席。近いな。めっちゃ近いな。みんなの顔がぐるりと見回せるようになっている。互いの緊張感が互いへと飛び火し、その場の空気は一気に重苦しいものへと変化していった。大丈夫？こんな近くてさ、真犯人突き止められたらその場で暴れ出すんやん。そして幕は開く。命がけの裁判、命がけの騙し合い、命がけの裏切り。今んとこ、こう個人的にはもう犯人分かっとんやけど、ただネームプレートを入れ替えた人は違うんやと思うよね、多分。誰なんやろ。命がけの学級裁判。なんかさっきの読んでないな。何？学級裁判弁論準備。お、なるほど。何スキルって？なんもないけど。え、これなんか増えていくんかな。あ、あるやん。何？理性。相手の発言を破壊した際に、相手の発言を破壊？相手に与えるダメージが増えます。マシンガントークバトルで有効です。マシンガントークバトル？なんかいろいろあるんやね。ボキャブラリー。弾数を増やすことができます。マシンガントークバトルで有効。マシンガントークバトル、また。この二つ、一応今覚えとる。え、いつの間に覚えたんこれ。初期スキルってこと？最初からあるスキルってこと？理性なんやね。なるほど。これセット。お、なるほど。セットしてなかった。見てなかったら大変なこと。ちゃんとセットできたよね。うん、オッケーオッケー。電子生徒手帳。あ、ここで振り返れってことよね。まあ、でも大丈夫じゃない？裁判中だって見れるやろ、きっと。うん。はい、オッケー。学級裁判、改定。まずは、学級裁判の簡単な説明から始めましょう。うんうん。学級裁判の結果は、お前らの投票により決定されます。目は人狼ゲームみたいな感じってことやろ。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きだけど、もし間違った人物を黒とした場合は
もしかして全員に連帯責任的な。プロ以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。なるほどね。じゃああれや、もうなんかすごい適当な感じで本当にみんなも決めれんってことやね。この中に犯人がいるんだよな。え、今回の学級裁判は、え、何、とりあえず前園さんの分だけやよね。一個ずつやろう。当然です。じゃないともう一人の方は全く分かってないけど、え、同じ犯人。よし、みんなで目を閉じよう。同じ犯人なのかな。そして犯人は挙手したまえ。すでに二人を人殺ししたとか。え、どうなんやろ。あ、そんなんで挙手するわけないやろ。ちょっといい？議論の前に聞いておきたいんだけど。なんでしょう。あれってどういう意味？どれ？死んどるってことやろ。死んだからって仲間外れにするのはかわいそうでしょ。友情は生死を飛び越えるんだよ。生死が飛び越える。どうした？それでしたらしたあの空席は。あ、確かになんかアイドルとかあった。あれ、私たちは15人なのに。そういえばなんかもう一人おるみたいなこと言わなかったっけ。なぜ席が16個もあるのですか。いやでもあれは、え、あれはキリギリちゃんのことよね。え、違うんかな。プラス窓ガラってこと。意味はないよ。最大16人収容可能な裁判所っていうだけ。え、本当におるんやないん。え、でもその場合ね、さてと、ちゃんと出してくれんと。前置きはこれぐらいにしてちゃんと出してくれんとさ。そろそろ始めようか。推理はできないんですが。まずは事件のまとめからだね。議論を開始してください。始まる。犯人を決めるための議論が。犯人を決めるっていうのもなんかおかしいけど、犯人を突き止めるとかね何か気づいたことがあったら僕自身が発言しないと。あ、もうなんかみんな適当にわーって言い合う感じ。僕だけじゃない、みんなの命がかかってるんだ。そうよ、やけんみんな適当なこと言ってね、ここって決めつけとったら自分が死ぬことになるよ。これからノンストップ議論が始まります。説明をお聞きになりますか。ノンストップ議論、何それ、聞かせてください。学級裁判中、ストーリーが進むとノンストップ議論が発生いたします。ノンストップ議論では登場人物たちが次々と発言し、議論が自動的にお進みします。お、それは間に割って入ることはできんってこと。あなた様には議論に潜む嘘や矛盾を見つけ出し、言霊を使って論破していただけなければなりません。ああ、要は逆転裁判的なあれってことやね。揺さぶるとか突きつけるとかってことやろ。捜査で集めた言霊のうち、議論に必要なもののみ言霊シリンダーに装填いたします。なんてなんて捜査で集めた言霊証拠品ね、のうち議論に必要なもののみ言霊シリンダーとは。左スティックで照準を動か、照準 Y ボタンでお打ちになれます。実際に何発射するの、もしくはセリフを直接タップすることでもお打ちになることが可能となっております。セリフを直接タップ、直接っていうのはこれスチームやけど、あれクリックってことかな。登場人物の発言セリフに注目し、言霊を当てください。セリフに照準を合わせて打つん。へえ、なんか面白いね。なお、タイムがなくなると失敗となりますのでお気をつけください。タイムがあるん？え、やめてよ、そういう時間制限系。ノンストップ議論中にスタートボタンを押すと操作方法をご覧いただきます。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。スティックって言って、え、スティックで何分からん。とりあえずその時に乗ったら分かるか。争った形跡について断言しよう。殺されたのは前園さやかだ。うん、そうですね。そんなの分かってんの。うん、分かってる分かってる。殺人が起きたのは苗木の部屋だったんだ。そうやね。そのシャワールームだったよね。シャワールーム、うん。で、前園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて。でもさ、いきなり襲われたならさ、すっごい、あの人の発言っておかしい。そう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 、おかしいよね。だって前園さんが抵抗すらしてなかったとすると、僕の部屋があんな風になっている説明がつかない。今回の議論はここまでで一区切りでございます。なんかすごいパカパカパカって動いていくね。え、何あれってさ、巻き戻すことはできんの？じゃないとあの時間内にさ、あの照準を合わせて打つとかめちゃくちゃ大変なんやけど。あなた様が発言の嘘や矛盾を見抜き論破しない限り議論、あ、なるほどね、議論は繰り返されます。
発言の中に色が異なる文字があったのにお気づきでしょうか。重要な証言ってことよね。それが議論を論破するための発言の穴、ウィークポイントでございます。ウィークポイントは登場人物の発言の中の特に重要な語句を示しております。言霊はウィークポイントにのみ有効でございます。言霊でウィークポイントを お打ちください。言霊も選ばんといかんと。また B ボタンで議論を早送りすることも可能でございます。十分早かったけどね。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。断言しよう、殺されたのは埋蔵のさやから。そうです。そんなん分かってんの、殺人が起きたのは苗木の部屋だったわ。そうです。そのシャワールームだったよね。てかあれやん、きっと埋蔵のさんはこの子以外の発言は全然いきなり襲われて色ついてないよね。抵抗する間もなく殺されちゃったんだね。で何どうやって撃てばいいんすかこれ。あ、ここで言霊を選ぶよね。こと、え、待って、争った形跡、これでいいってことか。え。ええ、あ、違う、私が押すボタンが違うってことか。これこれこれ、待って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 、断言しよう、殺されたのは埋蔵のさやから。そんなの分かってんの、殺人が起きたのは苗木の部屋だったの。そのシャワールームだったよね。操作が難しいミスだ。シャワールームにいるところをいきなり襲われて抵抗する間もなく殺されて。なるほどね、四角ボタンね。今やっとブレイク。ちょっと待って藤崎さん、僕の部屋の状況を思い出してみてよ。あの部屋の状況からすると、ね、こんだけ暴れ回って成功してないってどういうことやんね。争いって誰と誰の。いや、犯人と被害者やろ。もちろん前園さんと犯人だよ。それ以外にね、何ただの喧嘩ないやろ。じゃあ前園さんはそもそもシャワールームにおったところを唐突に襲われたとしたら、あんなきっちり着込んどるわけないやろ。おそらく最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだところで追ってきた犯人に殺されてしまったのでしょう。現場を見ればすぐに分かることだ。立て付けが悪いけん、わざわざ説明するまでもない。開きづらいはずやったのが、あの工具セットを使ってこじ開けられたっていうことなのかな。じゃあ続きを始めっか。では次は狂気の話だな。なんだかなんかすごいあれやね、焦らされるね。なこのなんていうん、論破していくの。前園さんを殺した狂気、次はそれを明らかにしないと。狂気はあの模造と。議論開始。厨房の包丁説。そうよ、そっちやった。そっちやった。もともとあれか、前園さんが防ぐために使ったやつかな。前園さやかを殺した凶器とは何だったんだ。前園君の腹部に刺さったのは刃物。刺さりっぱなしやったんやっけ。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺しやがったんだな。ナイフで。そんなえげつねえことしやがるや。以上、前園さんの腹部に刺さってた刃物、あれはおそらくあの場所からなくなっていた刃物だ。前園さやかを殺した凶器とは何だったんだ。何今の。前園君の腹部に刺さっていた刃物。なんか出たことない。あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺しやがった。ナイフじゃない。はい、包丁セット。プレイ。いや、あの刃物はナイフなんかじゃなくて厨房の包丁だったはずだよ。これはさ、あの1回の議論につき1箇所しかあの論破できる部分はないってこと。やとしたらもう出てきた時点で四角ボタン押せばいいよね。厨房にあった包丁が事件後に1本だけなくなってたんだ。その包丁が凶器になったということ。うんうん、そういうことやね。確かにそうかもしんねえな。あの女の腹に刺さってた刃物、なんかあれやね、この人のリーゼントさ、めっちゃトウモロコシみたいじゃんね。凶器が包丁つうのは分かったけどさ、よく見るとあれか、写真とか見ながら話しちゃうってことかな。つうかさ、結局のところ苗木が犯人なんだろ。G
違います。そうよ現場は苗木の部屋だったのよ。これ以上の関係はないじゃない。それこそさ、そんな分かりやすいことするわけなくない？この空間です。僕はその結論は議論を進めた後で出しましょう。出ないと学級裁判の意味がないわ。けどこれ以上話し合ったってどうせ結論は変わんねって。変わります。そんなことないわ。議論を続けるときっと突破口は見えてくる。あ、突破口ってキリキリちゃんはなんか分かっとるってことかな。そうだ、きっとどこかに突破口があるはずだ。だって僕が犯人じゃないってことは僕自身がよく知っているんだ。ノンストップ議論の補足説明でございます。説明をお聞きになりますか？あ、聞きます、聞きます。聞いてもちょっとよく分からんけど、 RB ボタンを押し、 RB ボタン、RB ボタンってどれ？私の R1 と R2 なんやけど、2の方ってことかな。を押している間、あなた様は推進周知を行うことができます。さっきあれや、ちらっと私がやったやつ、あれ何かよくわからんかったんやけど、そういうこと？推進周知を行うと議論の流れが遅くなり、発言をじっくりと聞くことが可能でございます。あ、そういうことやったんや。また照準のブレも抑えられるため、ウィークポイントを狙いやすくなるでしょう。精神集中は集中力ゲージを消費するため、集中力ゲージがなければお使いいただけません。あ、それでちょっとしかできんかったんやね。え、待って、集中力なさすぎじゃない？超短かったよ。集中力ゲージは時間とともに回復していきます。慌てずのお休みください。無駄打ちしてしまった。私以上ご確認のほどよろしくお願いいたします。でもさっき押しよった、私 R1 な気がするんやけど。議論開始。朝比奈の証言。まあスポーティーな女の子ね。確かに凶器は包丁みてえだけどさ、それがどうしたっての？苗木が厨房から持ち出したんでしょ？違いますよ。食堂に誰もいない時にこっそりと。あ、ここや。それで前園さやかを刺したのよ。待って、やっぱ苗木が犯人なんじゃ。ちょっとあの証言動かんといてくれんかな。ふむふむ、これで決まり。はじき返されたよ。エンドですな。まあでもまあ一通りはコメント見るのは大事かな。僕は包丁なんか持ち出してない。それは食堂にずっといてあの人だって知っているはずだ。確かに凶器は包丁みてえだけどさ、言ってよコメントが。それがどうしたっての？苗木が厨房から持ち出したんでしょ？食堂に誰もいない時にこっそりと。これ、うしゃー、いった。それは違う。このね、ちゃんと打てんといかんっていうのがめんどくさいね。待って、厨房から包丁を持ち出したのは僕じゃないんだ。 お次は犯人は僕じゃないかしら。言うだけならいくらでもできるわよ。じゃあ証人がいるとしたらね、朝比奈さん。え、持ち出した人は見てなかったんやっけ？だって朝比奈さんは言ってたよね。昨日の夜紅茶を飲もうとして厨房に入った時は確かに紅茶は揃ってたよ。だけど食堂で紅茶を飲んで、その紅茶を片付けようと厨房に入った時にはもうなかったんだ。じゃあ朝比奈さんが食用で紅茶を飲んでいる間に包丁は消えちゃったんだね。うん、その間には結構いっぱい入れしよったんやっけ。朝比奈さんが食堂にいる間に亡くなったんだよね。うん、そうだよ。その間僕は食堂に来た。あの子の髪の毛どうなったんやろね。重力にめちゃくちゃ逆らったんやけど。来なかったと思う。すんごいスプレーで固めとったの。苗木は来なかったよ、絶対に。そう、ここはそういうちゃんとね、断言していただかないと。校長は朝比奈さんが食堂にいる間に亡くなった。その間僕は食堂にはいない。つまり僕に校長を持ち出せたはずがないんだ。だったらこういう可能性はどう？めっちゃ食い下がってくるやん。そこの水谷バカと苗木誠は共犯関係にあって嘘の証言をしているとか。何が何でも犯人にしたいんだね。水谷バカっていうか、なんで私が共犯者なの？あー、敵を作っていくスタイル。ついでにそこのぬいぐるみに聞いておきたいんだが。そこのぬいぐるみ、共犯者が存在した場合はそいつも黒になるのか？あー、あれか。誰やったっけ？では答えましょう。これこれこれ、モノクマ。そこのぬいぐるみってなんかと思った。共犯者を味方につけることは可能ですが、卒業できるのは実行犯である黒い一名のみです。実行犯ね。つまりいくら殺人を手伝ったところで
共犯者は得しないのね。じゃあ共犯者ってのはなさそうだな。いやでもここから先はなしになるかもしれんけど、1回目はねあったかもしれんよね。犯人がそのルールを知らなかっただけなのかもしれないし。あーめんどくさいな、もうないない、今回の事件に共犯者はいないんだよ。もう教えてくれるんやそこは。なるほどね。言ってしまった。とにかくつい僕は食堂には行ってないし、包丁なんて持ち出してないんだよ。だから僕は犯人なんかじゃないんだ。だったら包丁を持ち出したのって誰なのかな。食堂にずっといた朝比奈さんなら可能でしょうけど。ああそっちに飛び火してしまった。違う違う、私じゃないって。それを証明する人物はいるのですかな。我だ。昨日の夜食堂で紅茶を飲んでた時、私はずっとさくらちゃんと一緒だったんだよ。念のために聞いとくけど、さくらちゃんってさくらちゃんよ。我だ。ですよね。じゃあかっこいいね、一人称。我どっちかがこっそり包丁を持ち出したんじゃねえのか。いや、王が言うな。ううん、それはありえないよ。だってそのあんたよ。昨晩我は朝比奈の部屋に泊まったのだ。そうなんや。変な映像を見せられたせいで怖くなっちゃってさ、めっちゃいいボディーガードやね。泊まってもらったんだ。でもさくらちゃんが人を殺さんとはもう限らんかもしれんけど、今のところは。だからそもそも私たちにはアリバイがあるんだって。泊まったって拘束違反じゃない。個室以外で寝ることは禁止されてたけど、他人の個室で寝ることまでは禁止されてなかったから、その部屋の中ならいいってことやもんね。だから問題ないってことなんじゃないかな。問題ならある。不健全ではないか、男女が一つの部屋に泊まるなど。え、さくらちゃん女の子じゃね。我は女だが。失礼した。え、男やと思っとった。ですが食堂にいたあなた方でもないとなるとちょっともう他の可能性が。いや、女としてもインパクトはすごいんやけど。いや、ねえ、まだ可能性はあるはずだ。そうだろ、朝比奈。実はね、私たちが食堂にいる間、他にも一人だけ食堂に来た人がいるんだ。一人だけ、そこじゃね。なぜそれを先に言わん。だって、もうここにいない人だから。え、ここにはいない人、それってもしかしてどっちかってことよね、二人のうちが。舞園さやかちゃん、本人食堂に来たのは殺された彼女だよ。え、舞園さんが だとすると厨房から包丁を持ち出したのってマジで持ち出したん。じゃあ包丁を持ち出したのも舞園さん。自分が持ち出した凶器で刺されたってこと。そうとしか考えられまい。それに今になって考えてみれば、あいつの言動は何か妙だった。誰かを殺そうと思って持っとったんかな。食堂に来るなり、あいつは我らに見向きもせずに厨房へと入っていった。誰かを殺そうと思って凶器を手にしたんやけど、それで帰り討ちに。でも帰り討ちにって言っても相手の部屋で死んどるわけじゃないけんな。水を飲みに来ただけだと言っていたが、おそらくその時に。では包丁を持ち出したのは被害者である舞園くん自身だったのか。きっとご信用にしようと。つまり舞園は自分で持ち出した包丁を犯人に奪われ、そっか、ご信用っていう考え方もあるのか。 それで殺されたんだな。そんな物騒な考え方じゃなくてでは包丁を持ち出していないからといって容疑が晴れたとは言えないわけだ。いやね、武器がその場にあったってことやもんね。ほら見なさい、やっぱり苗木が犯人なんじゃない。あ、そういうとこになるね。なるほど。だから違うんだって。そうやって議論をねじ曲げ、一度を間違った方へと誘導してるのか。みんなさ、ちょっと決めつけがひどすぎて、何なの君たち、死にたいのか。うぬぬぬ、恐ろしいスキルの持ち主や。そんなスキルは持ってないんよ、こっちは。理性とかなら持ってるけども、まずいよ、このままじゃ。本当に僕が犯人にされちゃう。みんなどうして分かってくれないんだよ。僕を犯人にしたらみんなも殺されちゃうのに。待って、苗木くんを犯人だと決めつけるのはまだ早いんじゃないかしら。自分たちの命がかかっとるのにさ、よくみんなそんな凝り固まった脳で挑戦できるよね、これに。今回の犯人は部屋の持ち主ではありえない行動をとっていた。
その行動の謎を解明しない限り彼が犯人だとは言い切れないはずよ。ありえねえ行動？なんだそりゃ。現場となった部屋にはあって当然のものがなかった。あって当然のもの？苗木君、ここまで言えばわかるわね。ん？これからひらめきアナグラムが始まります。説明をお聞きになりますか？え？聞かせてください。当てはまるものをなんか選択するってことよね。学級裁判中、ストーリーが進むとひらめきアナグラムが発生することがございます。ここでは事件に関わる重要なキーワードを完成させることがあなた様の目的でございます。飛んでいる文字は分かっている文字からキーワードを推理し、正しい順番で飛んでいる文字を打ち落とし、キーワードを完成なさってください。あ、そういう感じ。左スティックで照準を動かし、Y ボタンで文字をお持ちくださいじゃない。お打ちください。違うんや、私のさ、手元のコントローラーがさ、Y とかじゃなくって、丸×四角三角なんよね。え、Y とどれ三角？間違った文字を打ち落としてしまうと発言力ゲージにダメージを受けてしまいます。発言力ゲージまたはタイムがなくなると失敗でございます。以上ご確認のほどよろしくお願いいたします。現場にあって当然のものがなかった。なんだか引っかかる言葉だな。何かがひらめきそうなんだけど。え、何？あって当然のもの？ひらめきアナグラム開始。か？え、何？髪の毛？え？関連？わからん。何？髪の毛？違ったらどうしよう。違う。そうか、わかったぞ。髪の毛？何？なんで髪の毛？あって当然。そうだ、僕の部屋には髪の毛が一本も落ちてなかったんだ。マジで？髪の毛落ちとることって当然のことな。犯人が証拠隠滅したってこと？でもさ、もし僕が犯人だとしたら、どうして自分の部屋の髪の毛をそこまで徹底的に掃除する必要があるんだ？だって自分の部屋に自分の髪の毛が落ちてても何もおかしくないはずだよ。いや、掃除するよ。前園さんが部屋を訪れたという痕跡を消すために部屋中の髪の毛を掃除した。そうは考えられませんか？彼女の痕跡を消すのが目的なら、髪の毛よりも死体そのものを何とかするはずよ。それそうよね、一番でかいものが一理やりますな。だったらどうして髪の毛が落ちてなかったんだよ。もちろん犯人は掃除したからよ。自分がその部屋を訪れたという痕跡を消すためにね。痕跡が残っとったんか。ってことは、そう、犯人が部屋の持ち主だとは考えられないの。じゃあ苗木君は犯人じゃない？犯人じゃないよ。ただそんな大事なことをたかが髪の毛だけで決めていいのか。いいえ、苗木君が犯人じゃないって根拠は他にもあるわよ。キリギリちゃんめっちゃ活躍する。聞かせてもらおう。現場となったシャワールーム周辺の状況をよく思い出してみて。うん、扉が壊されとった。舞園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだのよね。壁には切り傷があった。犯人はその後を追ってシャワールームに入った。そこであの女を刺し殺したんだ。その時犯人はすんなりとシャワールームに入れたのかしら。いや、工具セットを使ってこじ開けとった。どういう意味ですか？犯人はシャワールームに入る際かなり手こずったんじゃないかしら。でもね、もうそこでターゲットを変えるわけにもいかんもんね。だって殺しに来たっていうことはもう分かっとるわけやけん。相手はそこで消してしまわんと。その証拠だってはっきりと残っていたはずよ。こいつ殺しに来たってなってるわけやもんね。覚えているでしょ。犯人はシャワールームに入る際に手こずったはず。そのことを示す証拠って犯人が壊した例のもののことだよな。あ、待って、どこ行った？あ、そっかそっか、こっちか。シャワールームドアノブ、これだ。犯人が手こずった証拠ってシャワールームのドアノブのことだよね。ドアノブが破壊されとったもんね。どうしたんだべ？
壊されてたんだよ。僕の部屋のシャワールームのドアノブがさ、ほら上の部分のネジが外れてドアノブが取れかかってるでしょ。本当だ。でもどうしてドアノブなんかが。犯人がシャワールームの鍵を壊そうとしてドアノブごと外したのよ。もうあれさ、中におって外からドアノブのネジが外されて生きるとか超恐怖じゃない。怖い。時間かかればかかるほど恐怖やね。部屋の持ち主ではありえない行動よ。自分の部屋のドアを壊すはずねえってか。でも壊すしかねえんだったら壊すだろう。ありえねえってほどじゃねえだろう。そう、まだわからないのね。だったらもう一度事件の流れを振り返ってみましょうか。そうすればあれよ、ね、きっとわかるはずよ。苗木誠の部屋の工具箱はまっさらなまんまあったよね。キリギリさんの言う部屋の持ち主ではありえない行動の意味、それが事件の流れの中に隠されている、そういうことなのか。ノンストップ議論の補足説明でございます。説明をお聞きになりますか。めっちゃ補足するやん一気にできんもんな。この議論からウィークポイントを増やさせていただきます。一個だけじゃなくなるってことは自分で選ばんといかんわけやね。どれかウィークポイントが複数あっても議論の中の嘘や矛盾は基本的に一つ、つまり偽物のウィークポイントがあるということでございます。ってことは人通りは絶対聞かんといかん感じやね。偽物のウィークポイントに言霊を当てても論破できないばかりか、あなた様の信用が損なわれ、発言力ゲージにダメージを受けてしまいます。発言力ゲージがなくなると失敗となってしまいますのでご注意ください。どのウィークポイントが嘘や矛盾なのかはあなた様が議論の中で推理なさってください。以上ご確認のほどよろしくお願いいたします。いや、まあ最後まで聞かんといかんことはないか。明らかに違うっていうところがあれば。で、まあ聞こう。シャワールームの立て付け、事件は苗木くんの個室で起きた。うん。舞園さんは最初に部屋で襲われ、キリキリと、その後シャワールームに逃げ込んだの。ここの流れはどっちか。その後を追ってシャワールームに入ったのかな。鍵を壊してね。その時犯人がドアノブを壊したんだろう。シャワールームには鍵がかかってたからな。あ、そこで前園さんは犯人に追い詰められて全然狙えてなかった。包丁で刺されちまったってわけか。それを苗木がやったんでしょ。もう決まりじゃない。全然狙えてなかったどころかさ、一番最初に自分が言って最後までとりあえず聞こうっていうのも全然できてなかったわ。焦るねこれ。なんか学級裁判めちゃくちゃ焦るね。時間制限があるっていうのがね。僕の部屋のシャワールームが開かなかったのは鍵がかかっているせいなんかじゃない。そこには他の理由があったはずだ。事件は苗木くんの個室で起きた。これさ、舞園さんは最初に部屋に住まれ、その後シャワールームに逃げ込んだ。早送りができればな。犯人はその後を追ってシャワールームに入ったんだけど、その時犯人がドアノブを壊したんだろう。次シャワールームには鍵がかかってたからな。あ、間違えた。そこで前園さんの犯人に追い詰められてしまいにゃ、包丁で刺さ。それはない。これもう決まりじゃない。バツボタンが早送り。よし事件は苗木くんの個室で、前園さんはその後シャワールーム、犯人はそのシャワールームに入った。その時犯人がドアノブを壊した。シャワールームには鍵がかかってたからな。よし、もうちょっと早く飛んできてもうちょっと早く飛んできてくれるかな。プレイ。僕の部屋のシャワールームが開かなかったのは鍵のせいじゃないんだよ。だってシャワールームに鍵がかかるのって女性の部屋だけだったはずでしょ。そういえばそうだったな。じゃあ苗木くんの部屋のシャワールームはどうして開かなかったの。立て付けが悪かったのか。ドアの立て付けのせいなんだ。は？ドアの立て付け。僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪かったんだ。それはそこのモノクマが承認だよ。はい、その通りでございます。説明しに来たもんね。でも超高校級の幸運であるはずの苗木くんの部屋だけ立て付けが悪いなんて。まあでも立て付けが悪いおかげでもしかしたらそこにね逃げ切れるかもしれんし、まあ、今回は全然逃げ切れてなかったけど。ぷぷぷぷ、全然幸運じゃないし。それをなんか活かせ
せるかもしれんやん。シャワールームのドアが開かなかったのは立て付けのせいだった。で、本人はもちろんそれを知ってるもんね。でも犯人はそれを鍵のせいだと勘違いした。だからこそドアノブごと鍵を壊そうとしたのよ。ですが犯人はどうして鍵がかかっているなんて勘違いをしたのでしょう。え、立て付けが悪くてあかんかったけんやね。男子の部屋のシャワールームに鍵がかからないことは私たちの全員が知っているはずですけど、うん、犯人がそう勘違いしたのは現場に関する重要なことを知らなかったせいよ。重要なこと？犯人がシャワールームのドアに鍵がかかってると思い込んでしまったってことは、犯人はその部屋に鍵がかからないとは知らなかったってことになるはずだ。つまり犯人が知らなかった現場に関する重要なことっていうのは、現場が前園の部屋だったこと、現場が苗木の部屋だったこと。これだ。犯人は現場が僕の部屋だってことは知らなかったのか。そうね、入れ替えて中におる人物と一緒になっとったよね、表のネームプレートが。犯人が現場を知らないなんて前代未聞ですぞ。ってことはあれか、実際にはその前園さやかの部屋やった。え、前園さやかの部屋や、あ、違うんか、実際に苗木誠の部屋やったんか。もうなんかわけわからんくなってくるね。でも当たってるわ。などだけどもう少し正確に言えば、でもあのネームプレートが入れ替えられとったのは何？犯人を引っ掛けようとした誰かがおるってことよね。犯人が知らなかったのは苗木くんと舞園さんが部屋を交換していた事実。そのせいで犯人は勘違いしてしまったのよ。舞園さんがいた部屋を彼女の部屋だとね。だからシャワールームには鍵があると思い込み鍵を壊しにかかったのかな。それが無意味な行動とも知らずにか。最終的には力ずくで開けたのか、ひょんなことから開いたのかはわからないけど、犯人は相当混乱したはずよ。結局ドアが開いた理由もわからずじまいでしょうし。何にせよ実に回りくどい行動だ。ありもしないドアの鍵を壊そうとするとはな。ドアが開かない理由を知っていた僕ならそんなことするはずないよね。まあね、確かにそうかもしれんな。ちょっとみんな冷静になってきた。じゃあ犯人って部屋の交換を知らなかった人なの？みんな知らんかったんやない？知っとった？マギは当てはまらないじゃない。そうよね、ここだけよね。だから最初からそう言ってるのに。だから犯人は誰だっつんだ。だから今ね、それをすまんが拙者はお手上げでございます。このまま犯人が決まらなかったらどうなるの？よし、とりあえず多数決で決めよう。待って、早い早い早い。何も分かってないやん、みんな。とりあえずでいいんだ。つうか、この状況ってやばくねえか？リアルな話、誰か何とかしてくんねえと。さっきまでみんな本当に苗木誠が犯人やと思っとったん？なんか超余裕な感じやったよね。急にみんな焦り出したけど。どんな些細なことでも構いませんわ。どなたか疑問に感じていることはないのですか？疑問にっていうか、私はもうそのままズバリ犯人の名前が書いてるのを見たんですが、それを提出したいわ。あなたですか。なんで残念そうなの？朝日くん、いいから話したまえ。ちょっとでもね。あ、そうそう、あのね、そもそも犯人はどうやって苗木の部屋に入ったのかなって思ってさ。鍵を閉めとったよね。なるほど、犯人が現場に入った方法か。部屋の鍵も壊されとったっけ。内園が部屋の鍵を落として、それを犯人が拾ったんだろ。そんなに都合よく落とすとは思えんが。じゃあピッキングとか。いや、鍵にはピッキング防止加工があったはずだ。マジでそんなあったっけ。説明しよった。ではお答えしましょう。犯人はもっと簡単に入ったのであります。え、要はさ、普通に呼び出して入れてもらったとか、そういう。つまり来訪者のふりをしてやってきた犯人を舞園さん自らが招き入れたのです。いや、それはないよ。でも誰が来ても出るなみたいな。ふう、ずいぶんと身の程知らずがいたもんですな。
この僕に反論するとはね。もしもし、どうしてないって言い切れるんですか。そもそも彼女を怯えていたからこそ僕に例のことを頼んだんだ。それが根拠になるはずだ。前園さんが他人を部屋に招き入れたと考えられない証拠。